はい、こんにちは。こんばんはですね。速稼塾の久保でございます。レコーディングがスタートしてますんで、多分この画面をご覧になっている方は YouTube でということになっているかもしれませんね。そしてですね、今、入室が、始まりましたんで、あと間もなく5分ほどしたら、ストーンさんをお迎えしてね、週刊中年ジャンプのストーンさんをお迎えして、ストーンさんの今日は株スクールの、なんかね、いい感じで進んでるみたいなんで、そちらの方、こうね、ちょっと待ってくださいよ。そちらの方をね、根掘り葉掘り聞いてみたいなと思ってるんですよね。改めまして、こんばんは。今、入室をしていただいている方が徐々に出てきております。改めてなんですけども、今日は、週刊中年ジャンプのね、ストーンさんの株スクールが、前回、対談時に、ストーンさんがね、株をもう5、6年ずっとやっていてね、サラリーマンをしながら株で収益を上げてるんだっていうことで、いろいろ聞いてみたんですけども、そのストーンさんがですね、この夏に向けて、株のコミュニティ、株スクールをやるということで、なんかそちらの方がね、受講生さんが決まって、順調に進んでるみたいなんですよね。まあですんで、そちらの方を今日は根掘り葉掘り聞いてみようかなと思ってるんですよ。で、今日は番組の最後に、ストーンさんとの対談が終わったときに、その私のね、ことで恐縮なんですけども、FX オリガルヒの、こちらの方の、今日はプロモーションの、まあ、スタートということで、受付を廃止しようかなと思っております。今日はね、ですから、対談が終わった後、ちょっと10分ほどですけど、お時間いただいて、私の方からも FX オリガルヒについてのお話をさせていただいて、その後、まあ、募集のですね、スタートということにさせてもらいます。ただね、この FX オリガルヒの募集なんですけど、すでにですね、8名の方が内定しまして、2人の方が相談中ということなので、もう10名が見込みでですね、FX オリガルヒは、ちょっとこう席が埋まってる状態なんですね。まあ、その辺もどういうことにするのかってことを、こう、今日はね、対談が終わった後にお知らせしようと思います。さあ、皆さん、昨年の6月だったと思いますけども、みんなの銀行というね、アプリケーションを私の方からご案内させていただきました。このみんなの銀行ってアプリは、スマートフォンに搭載して自分のプロフィールを書くと、なんとですね、お金がその場で入ってくるというやつなんですよね。で、次の日にはもう引き出しちゃうという夢のような、プログラムなんですけども、こちらのアプリ、1年間もありまして、今、報酬が、1件新規を出すと1000円。自分にも1000円。新しく会員登録した人も1000円というかですね、1000円1000円が続くわけなんですけども、マックス30万の壁、皆さん言ったですかね。このアプリを紹介するだけで、1回につき1000円とか1500円とか、多い時には2500円というのが入ってきてね。で、上限が30万です。銀行口座を作ったり、銀行口座を紹介するだけで30万がもらえるなんて、すごい副業だなと、すごい時代が来たなと思ったんですけども、これもチャンスの一つなんですよね。やり方は非常に単純で、アプリをダウンロード、ね、知り合いにしていただいて、紹介コードをプロフィールの入力の欄に入れてもらう。これだけですからね。それで1回につき、安くても1000円、高い時は2500円が入る。そんな1年間過ごすわけなんです。このチャンスを生かした方が、まあ、例えば年間でね、プラスの10万の収益を上げた、20万の収益を上げた、マックスで30万ですよってことがあります。で、お得な案件はこれだけじゃありません。様々な今、稼ぎ方が世の中にありますので、どれを自分が取り入れてやっていくかなんですよね。できないからやめちゃうんじゃなくて、できないからできるまでやる。まあ、このね、昭和の精神でいくと、成就するものは多いんではなかろうかと思います。今日お話しする株も、私もね、株はね、ほとんどやったことがないんですよ。実は、大学を出てサラリーマンになった時に、まあ、上場を目指してる会社だったんですけどもね、自社株をどん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 給料の一部で買い取ることができたんですよね。で、それを6年間、7年間買い続けて、で、上場したと同時に私は会社を退職したんですよ。で、上場した時に株価が上がってますんで、それを決済すると、大体投資金額の倍になったっていう経験があるんですけどね、そのぐらいしか私は株をやったことがないんですよ。で、今日のお話っていうのは、株を売買を繰り返して利益を上げていくって形だと思いますんで、きっとですね、皆さんの、投資スタイル、その一部に取り入れていただけるんではなかろうかと思います。で、今日の株スクールとちょっと並行して、なりますけども、まあ、FX も気になっている方がいらっしゃると思うんですのでね、最後にお伝えするという段取りでございます。さあ、それではですね、ぼちぼち、ストーンさんも来ていらっしゃると思いますけども、ストーンさんいかがでしょうか？まだスタンバイ中かな？まだ、1分2分ございますので、まだスタートは待っていただいても構いませんけども、ストーンさんどうもこんばんは。ぜひマイクのミュートを解除してください。はい。こんばんは。はい、こんばんは。
よろしくお願いします。こちらこそお願いいたします。はい、もうあと1分ほどで始めようと思いますけども、なんか前回こうやって対談をさせていただいて、はい、たまにやり取りさせてもらったり動画を見させてもらったり評判を人づてに聞いたりするんですけども、なんかいい感じだそうじゃないですか。ああ、おかげさまで本当に、はい、こんなにうまくいくとは思ってなかったんですけども、はい、はい、やっぱりストーンさんがね、今までサラリーマンをしながら少しずつ改めていた株の技術がね、今に生きてるのかなと思うんですよ。で、やっぱりほとんどの方がお勤めをしながら副収入、できればその副収入をメインの収入にして、まあ早期リタイア、もしくは最近の入り言葉でいけばファイヤーみたいなことをね目指してるのかもしれませんけども、いずれにしてもそこまでいかなくても今サラリーマンやアルバイト、いわゆる収入を上げながらプラスアルファの副収入がなければとてもじゃないけどもやっていけない時代だっていうのは結構感じます。そうですね。で、そもそもその会社がもう僕が退職するまでっていうか定年まで大丈夫かどうかっていうのがね、まあ、そういう不安まだ先ですけども、先がちょっとわからないっていうのは正直なところなのかなと。ただ毎日忙しいんで、うん、あまり考えないでこう経過しちゃうっていうのが本当のところですね、僕なんかね。なのでちょっとそれもまずいなというふうに思っております。はい、そうですね、ありえますよね。やっぱりこうほとんどの方が株式会社に勤めていながら株のことを触ることもなく理解することもなく10年20年過ぎていって何だったんだろうかみたいなね、びっくりしたなんか年代をね迎えてしまうことも考えられるんですけども、その株にかけるこの可能性っていうのは今日はね前回に引き続き具体例も込みでお話しいただけると思うんですけども、ストーンさん自身、はい、この株に関わってサラリーマンをやりながら、いや本当に良かったって今思ってらっしゃるんじゃないですか。はい、そうですね、はい、まあ、実際にその株のトレードでも思わぬ利益というかね、そういうのがあったりするんですけども、うん、で、まあ、最近ではちょっとコンスタントにいけるようになっているんで、うん、それはそれとしていいんですけども、まあ、こういったコミュニティをこう自分でこうできるっていうことが、まあ、久保先生なんかのご指導のもとに やらせていただいて、まさかこんな風にって言うとあれですけどなるとは思っていなかったんで、まあ、実際のところ半年前とかどうだったかっていうとちょっとね想像もしてなかったんですよね、まさかという。まあ仲間は欲しいなっていうのは思ってたんですよ。はい、株の話はなかなかこう分かっていただける方が少ないんですね。まあ会社とかではもう一切しないような感じなので、まあなかなかそういったお話できる方が身近にいないっていうのが一番だったんで、そういった方々とともにですね、こうしかもその株の勉強ができるっていうのが一石二鳥というかね、まあ、今後の人生も一緒に、ね、お付き合いできればなというような形の方々が集まっていただければなと思っております。はい、いや素晴らしいと思います。会社勤めされていて同僚の方、先輩上司の方、後輩や部下の方もいらっしゃると思うんですけども、きっとこういうふうな世界を持っているサラリーマンさんっていうのはもうストーンさんだけ珍しいんじゃないかなと思うんですよ。そうですよね、なかなかこうね、まあ、株の仲間はいるんですけども、うん、なかなかもう身近にはいないのでね、家庭でもなかなかね話しても、はい、なんかしらけちゃう感じがするんでね、はい、本当の話がこうできないっていうのが寂しいところだったんですね。はい、いやすごくいいチームで、多分この株のコミュニティはストーンさんが一番手放したくない大切な自分のもう財産と言ってもいい、人脈財産と言ってもいいと思うんですよ。ぜひねこれからも仲良く、そしてなんか時にはね叱咤激励しながら育んでいただきたいと思います。まだ始めたばかりですからね。それでは今日もプログラム始めていきたいと思いますので、改めましてストーンさんの方から自己紹介をしていただければと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。私石井健太と申しまして、週刊中年ジャンプという YouTubeもやらせていただいてですね、まあ、ほぼ毎日こう相場のですね、まあ、日本株の銘柄ですね、これの解説等をさせていただいております。はい、僕はですね神奈川県の相模原に住んでおりまして、株はですね7年目に入ったところですね。はい、でだから中学1年生ぐらいですねまだね。はい、まあ、これからもどんどん勉強していかないといけないというところですね。はい、で3ヶ月前にこういった株のコミュニティを始めさせていただいているという状態でございます。まだ49歳ですね。来年の2月で50歳になります。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということでね、私がこの
速稼塾という、まあ、ネットビジネス塾という、ね、枠組みでやってますけども、そのテーマであるロスジェネ、それから50代、60代、まあ、それ以上の方を中心に、ちょっと頑張っていこうぜみたいなね、諦めんなよみたいなメッセージをお伝えしているコミュニティなんですけど、まさにもろかぶりしているのがストーンさんということで。具体的にはもうぴったりと思いますね。だからね、抱えてる不安も見てる方向も結構ね一緒なんで、私自身すごく励まされるというかね、やっぱりありがとうございます、はい、ですんでね、こうやって僭越ながら私がちょっとお手伝いすることで、ストーンさんがね、まあ、新しい世界をこう作っていくところは本当にこうなんかね、もう胸が熱くなるっていうかね、言葉にできないものがあります。で、こういった例をね、励みにして自分でもやってみようかなって方をもっともっと増やしていくと、自分なりの生き方っていうのがまた見えてくるのかなと。本来ね、ロスジェネっていうのはこう暗いイメージがあるんですけども、負けてたまるかっていう根性を同時に持ってるのもロスジェネ世代だと思いますんでね。それから昭和を過ごしてきた60代や一部70代の方も強い気持ちをね、まだ胸に持ってると思いますんで、ちょっとね、これからも一緒にいろんな可能性を見出していければなと思っています。それでは次のご質問なんですが、はい、まあ、2月にねズーム対談前回させてもらったと思うんですよ。で、それからスクール生さんが入られたよってことで連絡をよくいただいていたんですけども、あれからもう3ヶ月4ヶ月ぐらい経つわけなんですけども、やっぱり私は一部聞いてるところがありますけども、今日改めてね、他の方がもう10名前後すでに今日のズームライブに参加してくださってありがとうございます。お疲れ様です。改めてストーンさんからね、その進捗など、それから生徒さんの、まあ、反応ですと感触はどんなものかお話しいただければと思います。よろしくお願いします。はい、わかりました。昨年じゃないな、今年の2月ですね、2月の終わりぐらいから始めさせていただきまして、でこのようにズーム対談していただいて、まあ、募集したところですね、5名の方手を挙げていただいて、やっております。で、頻繁にこう参加される方とそうでない方って、まあ、いらっしゃるんですけども、まあ、ほとんどの方が参加していただいてですね、やらせていただいてます。で、最初僕はですね、ちょっと安易に考えているところがありまして、僕がこう辿ってきた道をそのままこうやっていけば、まあ、みんな同じだろうと思ってたんですが、やっぱり人それぞれ、考え方もタイプも違いますし、その知識量とかですね、そういったものも本当にバラバラだったんですね。で、最初は講義をこう動画でお出しして、まあ、ちょっと勉強してくださいっていう感じで質問とかいただいてたんですが、やっぱりちょっとね、違和感があったんですよね。皆さんやっぱり知識量も技量も違うんで、受け取り方がバラバラなんだなってことがよく分かって、そこからですね、ちょっと個別というかです、ちょっとカテゴリー分けてですね、歩みの速度に合わせてちょっとやらせていただくような形にさせていただきました。で、まあちょこちょこというか、メールではご質問をどんどんお受けしてですね、お答えするという形で、やってですね、今はだいぶこう完成されてきてですね、週1回、まあ勉強会と称してですね、土曜日、1、2時間ですね、2、3時間になっちゃう時もあるんですけども、ちょっとそういったお困りごととかをお聞きしてですね、まあ今週の勉強のおさらいみたいなことをやったりとかですね、してるうちにですね、まあ、3ヶ月経ちまして、かなり最初にお会いした時とですね、全然こう知識もですね、喋る言葉も変わってきたんで、やっぱり、やっぱりコツコツやるっていうのはこういうことだなと思いました。はい、いや、素晴らしいじゃないですか。やっぱり行動してみると、あ、ここは越えていかないといけない壁だなっていうのを、まあ、受講生さんも、そしてそれをまとめるストーンさんも感じながら、一つずつそれを乗り越えていって今に至ると思いますし、これからも同じように、まあ、進化、成長、刺激を受けながら共に育っていくと思うんですけども、この株スクール、ストーンさんが運営されている株スクール以外にも当然世の中にはいろんな形のものがあると思うんですね、それで今日はですね、ストーンさんが実際に、まあ、他のスクールのことは全く分かりませんけども、ストーンさんは今どういうふうな形で進めてるのかちょっと聞いてみたかったんで、ご紹介いただけますか。そうですね、まあ、今ちょっと少しお話しさせていただいたんですが、僕の場合はですね、まあ歩行動画じゃない、講義動画とかお出しして、それについてでご質問いただいたりとかですね、あと課題というか、まあ、宿題というか、ね、お出ししてですね、これはある人はもう毎日宿題をお出しして、毎日もう
レスポンス早くですね、答えをいただいて、で、僕はちょっと見させていただいて、回答の動画をお出しするっていうような、このもうサイクルが出来上がっております。まあ、こういったことをですね、知ってます。やっぱりこう、僕も他の塾っていうのはあんまり知らないんですけれども、一方的にこう、僕の方から情報を出して、で、どうでしたっていうよりも、ちょっとこう、人数少ないんでね、人数少ないコミュニティなんで、それならではということで、ちょっとこう、近く、コミュニティを密にしてですね、うん、やっていこうというのがちょっとコンセプトにありまして、まあ、先ほどの週1の Zoom の勉強会とかね、そういったのも、続けていこうと思ってます。はい。まあ、メールの質問なんかはもういつでも受けておるんで、まあ、その辺ですね、新しいこう練習方法とかですね、そういったことをお伝えしていくと、まあ、ちょっと細かい、ケアですね、これをちょっと知っていけたらなと思って、今運営しております。はい、まさにね、これはストーンさんがやってるカブスクールの特徴というか利点というふうに私はね思っているんですけども、世の中にやっぱりコミュニティとして数百人とかを抱えているものもね、株に限らずあるんですけども、そういったところが人気だからっていうふうに参加しちゃうと、実はね裏面出ることが多くて、それはサポートがほとんど受けられないんですよね。でサポートが来てもそのスタッフがやってるんで、自分が憧れて参加した先生自体は間接的にしか関わってくれないと、まあ当然そうなっちゃうんですよね。ですんで、そのストーンさんがされてるような小さなコミュニティ、まあこれから大きくなるかもしれませんけども、小さなコミュニティのうちにみっちりと教わるっていうのが何よりもの特徴だと思うんですよ。ですんで今参加されてる方はすごくラッキーだと思いますし、ストーンさんもね、やっぱりこう受講生さんと同じように一日の半分は会社員として働いてるんで、時間がその一日中無限に自由になるってわけではないっていうのは同じ立場だと思いますんで、やっぱできない事情とか、それはね言い訳でも何でもなくて、できない事情もよく分かった上で配慮しながらの、まあ、コンテンツの提供とか Q&A のアクセスだと思いますんで、これは非常に魅力的なんじゃないかなと思うんですよ。本当に分かっていただける先生みたいな感じでね、同じ立場から同じ視点からでも最大限、鍛えてくださる非常に素晴らしいコミュニティなんじゃないかなと思いますけども、実際どんな方にこの株コミュニティストーンさんのおすすめしたいですか？どんな方に向いてますかね？そうですね、今先生におっしゃっていただいたように、僕もサラリーマンをしてましてですね、昼間はまあほとんど動けないというか、まあ、仕事しないといけないんで、まあ、そんな状態であります。でそんな中でもですね、株の取引をするためにはどうしたらいいかっていうのが、まあ、僕の中で、まあ、もう7年ぐらいやってますんで、そういうサイクルもできております。で昼間忙しい方はですね、特に他のお仕事をされていたりとか、まあ、主婦の方なんかもそうだと思うんですが、まあ、結構忙しいと思うんですけどね、昼間何かをこう株についてですね、株のことをやるというよりも、まあ、勉強してもいいと思うんですけども、何かチャートをこう見てね、仕事中に見るっていうのは結構これしんどい作業でですね、仕事もちょっとおろそかになったり、株の方も全然もうね集中できなくてダメだっていうことが、まあ、最初の何年かそうだったんですね、僕も。なので、まあ、そこらまずいなということで、僕はですね、数日から1週間のトレードをしてますんで、日中はですね、もう株、携帯にも株のソフト入ってるんですけども、それは一切見なくてもいいような形、というか、まあ、見ないような形ですね。その日が終わった、結果が出たものを見て判断するっていうことの方がですね、利点が非常に多かったんですね。まあ、そういうふうに僕も教えられてですね、そのようにやってるんですけども、まあ、まさにそれがぴったりあったということで、まあ、お仕事をされてる方なんかはこういうやり方も合うんじゃないかなと、まあ、デイトレがね得意って方も当然いらっしゃるんで、もうこれ一概には言えないんですけれども、僕なんかの場合はですね、ちょっとあんまりこうストレスがかかるとですね、どっちもダメになっちゃうんで、ちょっと緩やかな感じですね、落ち着いた環境で、まあ、家に帰ってきてから考えて判断するっていうような形でやらせていただいてますね。まあ、それが僕にはぴったりだったんで、こういうことをやったらどうですかってこうおすすめができるようになったというような形ですね。ですので、まあ、サラリーマンの方ですとか、あと奥様ですね、あとはですね、会社の社長さんなんかもね、いらっしゃるんで、時間のある時にですね、練習どうしようかとかですね、そういった形のお話もできるかなと思いますので、まあ、ゆったりとした週単位でこうね、いろいろこう考えができるんで、非常にこう時間がある感じで勉強もトレードもできるというような形ですね。はい、ですので昼間忙しい方なんかは最適かなと僕は思っております。はい、ありがとうございます。はい、やっぱりこの
パソコンでビジネスをする、投資をするというと、なんかちょっと一昔のイメージだったら、寝る間を惜しんでやるとかね、大変なことをやってるんだから、お金を稼ぐんだから、もうやる気売る気根性じゃないですけども、それこそどんな負担もね、もう跳ねのけていかないと金持ちにはなれませんよみたいな根性論がやっぱりあったのはあったんですよね。でもだいぶこういったものっていうのは統計化されていって、すごく簡略化されて、でシステム、パソコンのシステムもすごく使いやすくなったり、ハードウェアも良くなってきてですね、いや本当になんかこうみっちりっていうのとは違ってきたかなと。特に投資なんていうのはチャートに張り付きみたいなのは、もう一昔前のことで、私も感じてるんですけども、そういうことするときもあるんですけども、ほとんどはですね、やっぱり自由な時間を過ごさせてもらって、で今みたいなストーンさんみたいなペースを徐々に構築できるっていうのが、まあ割と増えてきたんではないかなと思いますし、まさにストーンさんはサラリーマンを現役でされていて、株の時間も取ってるということで、同じような境遇の方にはすごく救いになってると思うんですよね。でもちろん株でね、毎月100万儲ける、300万儲けるみたいな世界は、これはちょっと専業でやらないと無理だと思いますけども、当面はね、やっぱり月に5万、10万増やしたいなとか、将来のために100万、200万、なんとか貯金箱に入れたいなっていうのが、まあ、多くの方の希望だと思うんですよ。いきなりね、何億稼ぎたいっていうのは、これはもう別世界に行ってもらうしかないんですけども、やっぱり今の暮らしをそこそこ守りながら、少しずつ、ちょっとの努力で、ちょっとずつ人生を変えていくっていうの、まあ、そんなやり方になってくるのかなと思いますし、まあ、私もね、本当にいきなり月収100万みたいなね、なんか昔のキャッチコピーじゃないんで、そういうのはないですよと。いつかは行くけど、当面、ね、初年度とか2年目っていうのはプラスになっていきましょうとかね、それからやっぱり慣れていくっていうんですかね、自分の暮らしの中に少しずつ投資っていうのを入れていくこと、これが非常に大事なのかなと思うんですよね、いきなり私たちもね、専業のトレーダーになるわけではないですから私もやっぱりね、こう6年ぐらいかかってやっとなんかこう、あ、自分のこの投資の時間っていうのが、そのペースがつかめてきたかなっていうところで、なんかね、付き合いがすごく濃くなったなってところがあります。まあストーンさんもね、同じぐらいの年数株と向き合ってらっしゃるんで、多分1年目とか2年目とか、なんか半分生活ガタガタになりながら、投げ出しそうになりながら ね、試行錯誤されたと思いますんで、はい、そういった経験も多分受講生さんの参考になるところではないかなと思いますんで、本当心から分かってくださる先生ということで、今受講されている方は非常にラッキーだと思いますね。はい、まあ、そんなところですね、多分私から見て思えるのは。はい、で、まあ、次にね、ちょっと聞いてみたいことなんですけども、まあ、初心者の方、当然ですけども、いくらでもいらっしゃると思うんですよ。そうだな、なんか、副業とか副収入考えてるんだけども、なんか、何やらいいのかなと。まあ、投資ってのは自分には向いてるかどうかわからないけど、やってみたいなっていうふうにね。で、なんかね、サイトを作ってアフィリエイトとか、またそういう時代でもないんでね、もう、今はもう本当なんかこう、すでに出来上がった投資のスタイルを、必要最小限の力で学んでいって、で試行錯誤を繰り返しながら少しずつ利益を積み上げていって生活を変えていくってものだと思いますけども、初心者とかこれから始めてみたいと思われている方に、多分このストーンさんの株スクールっていうのはおすすめだということは大体分かったんですけども、具体的にはどのように、まあ、勉強といいますかね、日々の積み重ねっていうのは進めていくものなんでしょうか。はい、そうですね、まあ、株とか FX っていうのはかなり伝統的に昔からあるものなんで、移り変わりっていうのは少ないと思うんです、まあ、昔から同じことをの繰り返しになってるんで、まあ簡単かと思いきやですね、現状を見るとやはり、ほとんどの方はですね、退場していくっていうのが、まあ、現状ですね。だから本当に3年以上やられるって方はあんまりこういないとか少ないと思うんですよね。はい、でやっぱりですね、そこら辺の勉強方法というか、僕も最初そうだったんですね、株をやるにあたってそれ勉強はそれは必要だよねっていうのはよく分かってたんですよ。勉強しないとそれは無理だなっていうのは分かってたんですが、じゃあ勉強しようということになってやり始めたんですけど、今度はね、練習しろって言われたんですね。株で練習って、と思ったんですね。何の話してんだろうと思っていたんですが、これはやっぱり勉強して練習するっていうのも1セットで、やっぱりこう知識が自分のこう手から出ないと、技として出ないと、やっぱりこう何もできないというのがね、当たり前のことなんですけど、それを知らなかったんですね。本当に知らなくてですね、それをやる必要があるというのが分かったのが、まあ、始めた頃の僕だったんですけども、具体的にはですね、じゃあどんなことをやるかというと、
やっぱりこの基礎の部分ですね、これを徹底的にやっぱりやっていく必要があると、いろいろですね、勝ってる人なんかの話を聞くのも非常に勉強にはなるんですけども、その人たちって基礎がベースがあってですね、華やかな部分を話される方が多いんで、そこにこう注目しがちなんですけれども、実はですね、そういう方はそうは思ってなくてですね、基礎を淡々とこうやってたらそうなったっていうことがよく聞くと、みんな同じことを言うんですよね。やっぱりこの基礎っていう、基礎知識っていうのは非常に重要で、言葉を覚えるっていうのはまあ当然そうなんですけども、基礎の知識っていうのがもうこれ全てと言ってもいいような感じ、今ここに来てですね、やっぱり分かってこういうふうに言えるんですけども、最初の頃はまあ分かりました、基礎はよく分かりました、なんかこう儲かるやつ教えてくださいみたいな感じだったんですけど、それじゃ全然ダメでですね、ダメってことがよく分かってですね、かなり痛みつけられてですね、分かったんですけども、やっぱりこのチャートの構造っていうか、チャート、相場のこの動きの構造っていうとなんか難しい話になっちゃうんですけど、そういうこうなんかこう法則性みたいなのがあるんですよね。それが分かってくると、もう本当にね、よく分かるんですよね。この次どうなっていくのかなっていうのが、どうなっていくって、その通りになるっていうか、こうなるのか、こうなるのか、もしくはこうだな、この3つぐらいだなっていうのがだんだん分かってくるんで、それが分かってくると、やっぱりこう、楽しくもなるし、練習はつまんないんですけども、続けていくっていうのは結構大変なんですけども、これがね、お金になってくるんですよね。テレビゲームで強くなるのとわけが違ってですね、これお金になってくるんで、そういうことをモチベーションにやるっていうのも一つの手かなと思いますね。で、具体的にはそういう、基礎練習を基本にですね、これを繰り返し繰り返しになってきますね。そうしてる間に、今最近はですね、皆さんにこう決め技みたいなね、これはもう得意技として覚えましょうみたいなお話しさせていただいてるんですけども、そのもう本当に繰り返しでですね、いろんなチャートの形があるんですが、ランダムに動いてると思われがちなんですけども、実はそうではなくて、こう型にはめると、ここがこうなんだなっていうのがよくあるので、その繰り返しでずっと何十年もこう続いてるんで、繰り返しの練習ですね、はい、それが基本的にはあると。ここが乗り越えられるかどうかっていうのは一人だとなかなか難しいんですけどね、その辺をサポートしていけたらなと思っております。はい、ありがとうございます。今ね、ストーンさんが言われたことってのは、私は株ではなくて FX の方やってるんですけども、まさに同じで、基礎用語を覚えて、それから構造ですよね、テクニカルって私は言いますけども、その構造を知ることによって、次の動きっていうのが何パターンかやっぱり予測がつくんですよね。でそれが必ず当たるとは言えないけども、かなり高い確率でそうなるってことが体系化されてできてるのが、この投資の本当に構造になってますんでね、そのまんま。だからそこをきちんと頭に入れて、これからどんな動きをするのかってことをいくつかのパターンで推測すること、そしてよく起こりがちなミスっていうのもよく知ってることですよね、やっぱり。よく起こりがちなミスをあらかじめ知っておいて、じゃあその時どうするんでしょうかってところまでをご指導いただくと、痛い目にあっても次に学びになるから結局得するみたいな感じで、どっちかっていうとね、早くミスしないかなみたいな、なんか自分にね、そんな期待をしちゃったりするんですよ。ミスしたら、その解決策にすごく興味が出るから、どんな次はミスするんだろうみたいなね、ワクワクしちゃうところが出てくるんですよね。そのためにも、その時には大きな金額を入れるんじゃなくて、デモトレードとか、少額っていう段階があると思います。多分それがトレーニングっていうところで、私たちの考えは共通してるのかなと思いますけど、そんな感じですかね。そうですね。そう、ミスが分かるぐらいの知識があると、すごく先に進めますよね。そんな風に思ってるんですね。振り返りが自分でできるようになると、結構こう面白くなってくるなっていうのが実感できるんじゃないかなと思うんですよね。はい。ちなみになんですけども、ここ2年、3年っていうのは、例のね、感染症でいろんな、緊急事態なんとかとかね、まん延防止とかっていうので、飲食店とか法人、それから小さな零細企業、中小企業、いろいろと翻弄されたと思いますけども、と同時に、給付金などの事業再生のための資金が入ってきたりとかして、通常じゃないような、お金の動き、営業の流れ、それから事業の倒産や停止みたいなのが、ちょっと私たちも経験したことないような、ね、形で起きてきて、少なからず株の方にも影響してるんじゃないかなっていうふうにうっすら感じるんですけども、そんなことを感じたことはあります、この2、3年で。やっぱりこう資金の入り方がちょっとなんか違いますよね。イレギュラーみたいな。あれですけど、はい、
なんか、あの、急、もう下がりそうな形をしてるんだけども、もう一回上がってきたとかあるんで、うん、まあ、その辺はちょっとイレギュラー、当時、その当時はイレギュラーなんですけども、やっぱり過去を振り返って、その今なんかもう何年か前がコロナの危機だったんで、うん、そこを見ると、やっぱりこう、そのね、テクニカル通りにこう、やっぱりある程度動いてるなっていうところは分かります。だから理由がこう、理由というか、ね、説明ができるような動きにはなっているんだなっていうのが、うん、分かりますね。だから逆に言うと、そのニュースをあんまりこう注目してしまうと、そっちの方にこうめ、あの、注目しちゃうと結構こう難しくなるっていうのはそういうところなのかなと思う、はい、チャートをやっぱね、こうまず第一に見ていくっていうのがやっぱりいいんじゃないかなと思います、うん、はい、まあ、確かにね、ニュースってさまざまな現象のうちの一部を切り取っていくんで、それに影響を受けてそれが全部なんだって思っちゃうのはすごく投資家としては危険で、だからまあある程度は耳に入れないといけない、目に入れないといけないところはありますけども、そもそもニュースの全てがカバーできてないときに、ニュース一点で相場を仮説しちゃうのは結構危険だなと思うんで、やっぱりチャートを重点で見ていった方が、まあ投資家さんのみんな、皆さんがね、チャートは必ず見てますから、そっちの動きの方がまあ当てになるなっていうのは本当感じることですよね。はい、うん、だから本当なんかね、ニュースはね、衝撃的なタイトルとかね、そうですね、で記事の書き方もこれからどうなるか分からないみたいな感じ、本当不安や好奇心を煽るような書き方してるんで、必要以上に揺らされちゃうんで、そうですね、危ない危ないと思いますよね。はい、ありがとうございます。で、あの、次なんですけども、株をですね、皆さんにお伝えするにあたって、ストーンさん自身がもう気をつけてること、こうであってた方がいいかなとか、こうであっちゃいけないみたいな、さまざまなあの注意点を自分自身に持たれていると思いますけども、指導者としてどういうふうなことを気をつけられてます？そうですね、あの、指導者というほどのものではないんですけども、あの、こう何ヶ月かやらせていただいてですね、これはそうだなと分かったのがですね、ありまして、最初はですね、あの、なんていうかな、親切心というか、あの、もう分かっていただきたいということでですね、もう聞かれたことをすぐ答えてたんですね。すべて答えてたんですけども、うん、あの、それはあまり良くないというのがだんだん分かってきてですね、うん、やっぱりこう答えるにしてもです、まあ、最終的にはお答えするんですけども、これこういう感じでどう思われますっていうような形で、ちょっとこう考えていただくというかね、うん、答えを仮に出していただいて、うん、いや、実はこれこうじゃなくてこっちの方がいいと思いませんかねみたいな感じでお話ししていくと、理解度がこう高くなるというか、うん、ちょっと時間はかかるんですけど、うん、確実にこうそこはこう超えていけると。で、次にまた問題が出た時に、これもまたこう確実にちょっとずつなんですけどね、うん、確実に超えていけるっていうとこなのかなと。全部こう、これはこうで、ああでこうなるんですって言っちゃってもいいと思うんですけども、そこはそこでスルーしちゃう、まあ、僕なんかもう本当そうなんですけど、教えられても覚えが悪いとね、よく言われるんですけど、あの、やっぱ自分でこうある程度考えてみて納得がいくというかね、腑に落ちるとやっぱりこう強いですよね。まあ、これも当たり前のことなんですけども、やってみて分かったことっていうのはやっぱりそこですかね。ちょっと考えていただくっていうことを段階を踏むと、やっぱりこう理解度が増えるというところですかね。あ、なるほどね。しております。はい。いろんなお問い合わせがある中で、スッと答えを出して、はい、解決じゃなくて、どういうふうに考えて、そういうふうな疑問にたどり着いて、どこら辺で答えが出なくなったのかってことを掘り下げていただくってことで、一緒に考えるっていうスタイルなんでしょうね、きっと。そうですね。あの、実際の相場ではですね、僕がついてこう、これ買いですとか売りですとかってやるわけではありませんので、うん、ご自身の判断でやっていただく形になるんで、うん、まあ、そこはやっぱり自分でこう判断ができるとこまでこう、もうお連れするって言ったらあれですけども、そこまで行っていただきたいなというふうに思ってますんで、うん、ある程度こう判断の練習というか、自分でこう、こうだって思ったところを合ってるか間違ってるかっていう、ところをこうお話できて、できればなというふうに思っております。まあ、まさにそうですよね。やっぱりこう株なり投資なりを学んでいこうとするときに、やっぱりこう知識もないし経験もない方っていうのは、どうしても自分なりの考えを言うのがこう勇気がなかなか出ないというかね、うん、ちょっと恥ずかしくて間違えたらどうしようっていうのは、小中学生の時手を挙げるのがすごく苦手だった昭和世代にもよくあることなんです。昭和世代です。そうですね。間違えてもいいからやってみなって言ったら余計できなくなっちゃったりとかね。
でも本当に間違えていいんですよね。今あ、間違えよう。そうですね、うん。お金かけてないんで、はい、間違えた方がいいと思います。さっきの話じゃないですけど、うん、あの間違えてなんで違ってたのかっていうのが分かった方が絶対にいいと思いますんで、うん、はい、ちょっと遠回りのように感じますが、その方がやっぱり早いんじゃないかなっていうふうに思いますね。いや、まさにそこなんですよね。やっぱり自分がいつもどんな同じミスをするのかってことを確認するために、やっぱり思い切って自分が考えてることとか、もう勘違い前提で打ち上げた方がいいなと思うんですよ。これは全ての道に言えることなんですけども、分かったふりして隠してそれで OK だよって言われてその場をやり過ごすと、本当間違った成功体験を現場に持ち込んじゃって大きなダメージを受けることになってね、本当誰も喜ばないですから、 そうですね、それこそ本当間違うためにやってるというふうに思った方がいいですよね、うん、そうですね、その通りです。それが全部糧になりますし、やっぱりね、まあ、私も同じ立場で言わせてもらうと、思い切って違うことを言ってもらった方がはっきりとここがこうですよって言いやすいんで楽なんですよね。そうなんですよね。いや本当そうなんですよあの分からないことが僕は分からないんで、 そう、あのそこをもう具体的に言っていただくと非常にこうもうヒットします。そこはもうクリアしちゃいますからね、その時点で、うん、その方がいいなというように、それはすごく感じましたね、はい、ということなんでね、ここは非常に大事なところですよ。もうお互い今むちゃくちゃ分かるわみたいな感じになりますよ本当にね、正直にあのなんか恥ずかしくも全然ないですから。そうです ね、あのそうなんです。もう人数も少ないですし、そう、もう全然そんなのは OK なんですね、はい、それが仕事ですっていうぐらいでいいと思うんですよね、はい、はい、そうなんですよ。思い切ってね、自分の今の、まあ、言ってみれば未熟な考えのどこが未熟かをちょっとね、私たちにさらけ出していただくと、その分成長のこう糧をね与えられるんで、結局得ですから、うん、だからもう思った通りにまずはやってみて違うところを修正していく、その繰り返しでもうものすごく木はね、枝はすごく育っていきますんで、本当分かったふりをしてその場をやり過ごすっていうのは全く意味がないですからね。ね、じゃあですね、まあ、投資なんでやっぱりリスクのことも考えていかないといけないかなと思うんですけども、まあ、多くの方はね、株は怖いもんだっていうふうに思ってますし、実際株で痛い目を見た人も耳に入ってると思うんですよ。でそういうふうなね、怖いよ投資ってのはやばいよっていう印象はやっぱりどうしても拭えないし、ある意味そういう怖さを認識してるから、いろんな対処策を学んでいきたいなっていう意欲にもつながるんで、私いつも思うんですけども、恐怖は勇気の源であるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、ですんで怖いと思うことが全部いけないとは思わないんですけども、やっぱりね、具体的なリスクが分からないと、まあこういうふうなね、なんとなく怖いみたいな漠然とした印象になってしまうと思うんですけども、この株のトレードにおけるリスクっていうのは例えばどういうものがあるのか今日教えてもらおうかなと私も思ってたんですけども。そうですね、まあ、これ投資なんで、やっぱりリスクっていうのは当然ね、今先生おっしゃったようにあるんですね。これは負けることがリスクって言っちゃうとそれまでなんですけども、はい、まあね、当然負けることに対しての対応策っていうのは当然あるんですが、まあ、それよりもですね、株の場合は、株にちょっと特化してお話しすると、株の場合はですね、何がリスク、最大のリスクかというと、やっぱ銘柄のその企業がですね、倒産したりするとやっぱり今かけてる、実際かけてるお金というのはもう飛んじゃいますんで、飛んじゃうというのは紙くずになっちゃいますんで、そこがリスクかなと思います。でこれについてのですね、まあ当然回避策っていうかね、あるの、まあ、必ず回避できるってことはまあ世の中にはないんですけれども、安全装置っていうのはありましてですね、やっぱりそれは銘柄選定になってくるんですね。で僕なんかもやっぱりこう、まあ、簡単に言うと、簡単には潰れない企業ですよね、まあ、そういうカテゴリーがありますので、日経225っていうこのカテゴリーとか、JPX400 っていうその日本のもう、まあ、言ってみると大企業ですよね、上場企業の、まあ、その中でもよりすぐりの企業があります。でその中でもですね、ある一定のその出来高とか、そういったものをですね、クリアしているものを選んでですね、やっております。でそうは言ってもですね、じゃあ少ないのかっていうと、もう何百社ってありますんで、もう10分20分じゃ全部見切れないぐらいありますので、選ぶものが多いということ、逆に多いんで、チャンスを拾う可能性はまああるんですよね。その中でもやっぱり安全な、その簡単には潰れないようなね、
ことですね。でこれはいいとこ悪いとこありまして、そういう大きい企業っていうのはこの値幅っていうのはそんなにないんですね。ゆっくり動くんで安全なんですが、いきなり今日、まあ、すごく勝ったとかね、すごく負けたっていうのもないんですけども、先が読みやすいっていうところですね。こういうメリットもあります。そういうのを選ぶ、まあ、それも技術の一つなんで、まあ、この辺もですね、皆さんで学んでいきたいなと思っておりますんで、まあ、そういうリスクに対する対応策っていうのは、まあ、全てにおいても揃っておるというところですね。まあ、完全にそうかって 100% 守れるかってそれはないんですけれども、もう長年のそのもうみんなで考えてきた諸先輩方がやってきたものっていうのがありますのでね、そのあたりは勉強していくと、いいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。まあ、株の世界っていうのは大体3年でみんな消えていくっていうのはね、先ほどもストーンさんが言われた通りなんですけども、その3年をくぐり抜けて生き残っているストーンさんが、さまざまなご自身の失敗とか、それからいろんな先輩方の成功例失敗例を全部咀嚼してきて、ね、今いや足場を築いていると思うんでね、やっぱそういうことを学べるのはこういったストーンさんのようなね、株スクールに入って自分のどこが甘いのか、それからどういうふうに考えていけばいいのか、失敗した時に次にはどんなアクションを取ればいいのか、これが具体的に手を引いて学んでいけるっていうのが大きなメリットなんじゃないかなと思いますね。やっぱこれは一人でね、株をやる人にはできないことなんですよ、この辺はね。本当に一人でできるのは本当の天才なんで、すごいことだと思います。そうですね。やっぱり失敗をたくさんクリアした人、言ってみれば失敗の達人に聞いた方がいいと思いますんで、そういう意味ではストーンさんはたくさんの失敗をしてきて、その分だけ起き上がってきた、不屈の精神をね、叩かれても叩かれてもなんか起き上がるみたいなね、穏やかな顔はされてますけども、これでも生き残った戦士ですから、3年でいなくなるところを3年かける2、6年以上生き残ってますからね、それは頼もしいんじゃないかなと思います。やっぱりね、こう思うんですよ、勝つよりも負けないことがまず最初ですね。いや、そうですね、負けないとずっと勝負できるんで上手になるんですよね。そうですね、勝負しちゃダメですよね、やっぱりね。それってやっちゃうとやっぱりこう大変なことになるんで、やっぱりこう徐々に徐々にこうちょっと様子を見ながらですね、やられるといいかなと思います。はい、でね、この株っていうのはその FX とその投資の入り口で考えるときによく比較されると思うんですよ。私も当然比較しますし、で株の場合のリスク回避っていうのも FX の場合のリスク回避っていうのも同時に存在すると思うんですけども、まあ、株で考えているリスク回避、まあ、もしくはその FX でもリスク回避なんですけども、こういうところが違うよとか、それから資金量ですよね。まあ、FX はすごく少ない金額でトライすることもできるし、それこそ10円のエントリーなんてもできちゃったりするんですけども、株の場合は1株あたりいくらっていう単位で売られてるし、100株単位でしか取引できないっていうのもあったりするんで、その辺ちょっと複雑だと思いますけども、その辺をね、リスク回避のことと合わせて、ちょっと分かりやすく今日参加されてる方に紹介していただきたいんですけども、いかがでしょうか。はい、かしこまりました。まずリスク回避ですね。これはまあ、FX でも同じかとは思うんですけども、僕の場合はですね、ここもまあ、リスクと考える方が非常に多いんですけども、僕の場合は信用取引というのを推奨しているんですね。うん、でこれちょっとね、聞くと怖いっていう方が結構いらっしゃるんですね。僕なんかはそうですよね。僕なんかね、始めた頃それすらも知らなかったんで、怖くもなんともないです、知らなかったんでそんな状態で始めたんですけど、これ信用取引っていうのはですね、売るのも空売りってよく言うんですが、空売りって売ることもできますし、買うこともできるんですね。両極っていうんですけども、両方持つことができるんですね。だ一方的にこう負けるってことがなくてですね、こうガーッと買ってたものが下がっちゃった、値下がりしたってなるとやっぱ負けるってことになるわけなんですが、そこで下がってる時に売りを入れてですね、まあこの負けが限定化されて、まあこれどんどん下がっていくと、その下がった分ですね、買いを手締まりっていうか決済することによって、今度こっちの売りがですね、利益が出てくる、まあ、最終的にはプラスマイナスゼロとか利益が出たとかですね、失敗してもそういった形にできるように、まあ、訓練するとなりますので、まあ、そういったリスク回避の具体的な方法ですけどね、そういったものもあります。あとはですね、まあ、リスク回避と、あと資金量ですね。資金量については先生おっしゃったように、
FX の場合はですね、本当にあの少額、もう本当10円とかできるんですよね。10円とかからできると思います。株の場合はですね、今あの一株でできたりするんですが、これはですね、信用取引ではなくて買いしかできないんですね。買いしかできないんで、まあ、あの下がってる時はもう指をくわえて見てるだけになっちゃうんですが、まあ少額でってことであればそういうのもあるんですが、僕がお勧めしてるのはやっぱりこう信用取引、両玉できるものですね、こういったもので。株の場合はですね、おっしゃる通り100株単位っていうのがまあ基本的にそうなんですね。僕が始めた頃は1000株単位っていうのもあったんですよ、結構あったんですが、今100株単位でできます。ですから150円の株価の、銘柄ですと100株なんで、まあ、1万5000円ですか、があるとできるっていうのが、まあ、あのそこなんですが、まあ、資金はね多い方がそれは有利にはなってきます、投資なんで、なんですが、まあ、多ければ多い方がいいんですけれども、まあ、FX よりはやっぱり資金量が必要かなというのが現実ですね、うん、実際的にはそういうところがあります。はい、なるほどね、うん、そこはやっぱり、まあ、FX もですね、はい、あ、なるほどね、はい、ありがとうございます、うん、まあ、資金のね準備も投資ですから大事だなというところはありますけども、うん、まあ、でもその株式会社の株を買うっていうのは、まあ、ストーンさん自身は一番最初に株を買ったのっていうのはこの株のトレードしようと思った時が初めてだったんです。初めてですね、うん、やっぱりそういう時にも最初はこう恐怖みたいなのあったんですか。もうあんまり覚えてないんですけど、一番最初に買ったのは双日っていう銘柄なんですね、はい、1000株単位で、あれはね100円ぐらいだったんですよね、うん、だから買えたっていうか、まあ、あの負けてもそんな負けないだろうと思ってもやったんですけど、うん、そうですね、最初怖かったですね。あの証券口座の操作もままならなかったんで、なんか変なことやっちゃったらどうしようみたいな、うん、そういう怖さありましたね。でドキドキしながらやってましたね。確かにね、そのね、なんかその、ま、機械の操作が最初は一番怖かったそうですね止まらなかったらどうしようみたいなこと思っちゃったね。そうなんですよね、うん、そういうのありましたね。ね、そういう意味でもね、あのやっぱりこうこういうふうにやるんだよって教えてくれる方がいると、まあ、画面見ながら同じようにやればいいから楽だなっていうのは私も感じましたね。そうですね。で、こうやって、はい、うん、あ、どうぞどうぞ。すいません。で、今思ったんです、今っていうか、この、はい、この時、もうこの年代というかね、あの何年かやってから思ったんですけども、僕も最初は FX にしようか、その株にしようかっていうのが少しあったんですよね。うん、で、まあ、これ人に聞いても、まあ、ほとんど同じぐらいのレベルの人なんで、僕の周りにいた人たちは、だからそんな明確な、あ、そうだねっていうふうにはなかったんですけども、うん、今考えるとですね、やっぱりそういうことよりもまずはあの先ほどのその勉強と練習ってつまんない話になっちゃうんですけど、うん、それをある程度やるとあのどっちがいいかっていう判断もですね、うん、つきやすくなるんですね。自分はどっちの方がいいのかなっていうのが詳しくなってくるんで、うん、まあ、そういう考えもありなのかなと。最初にこう決めてしまっていくっていうのもいいとは思うんですけども、はい、ある程度こう勉強して値動きっていうのはこうなんだなって。大体 FX も株も同じなんでね、うん、そういうのをちょっと勉強してからでも遅くはないのかなと。で、資金を入れるっていうのはやっぱりその後だと思うんですよね。僕なんかもいきなりそうやっちゃえって感じでやっちゃったんですけど、まあいいことはあんまりないですね。学ぶことはそこではあまりなかった、だからあんまり覚えてないということだと思うんですけど、やっぱりある程度こう勉強してから次のステップというか自分で判断するところまで行くっていうのがやっぱりいい、よかった、僕はそうした方が良かったなっていうのは今ちょっと実感して今 思ったところですね。はい、失礼しました、はい、すみません。とんでもないです。まあね、多くの方、私も込みでストーンさんみたいに株と FX どっちがいいかなって迷う時期っていうのは入り口であると思うんですけども、ぶっちゃけね、これね、ほとんど同じなんですよ、根っこは。で、細かいところはね、株は倒産するけどっていうのがあったりとか、まあ、FX はね、なんですかね、介入があったりとか、すごく国際情勢に揺れやすいみたいなのがあったりするんですけども、めったに起きないことを一つ一つ気にするよりも、大筋では同じだから、チャートを見て安い時に買って高い時に売る、まあ、これだけですからね。そうですね、基本的にはそこだけですもんね、うん、だからね、なんかこう株券とかドルとか円の転売をしてるような感じなんで、値動きをどういうふうに掴んでいくかなっていう意味ではどっちも同じような感覚でいけると思うから、投資ってのは
私もね、あれやこれやを語るほどやってるわけではないんですけども、多分どれか一個の投資で足場を築いたら、結構他の分野にも応用が効くんで、先物に行ってみたりね、不動産行ってみたりとか、なんかそういう風になるんではなかろうかと。これね、やっぱり投資のベテランの方は必ずこれ言われるんで、私もそれを期待して、まあ、FX 一通り足場が築けたから、ちょっと他のにもね、今、好奇心が出てきてるかなっていうところなんですよね。まあ、唯一ちょっとこれは大幅に違うなっていうのがね、あの仮想通貨で、このボラティリティのデカさとか、ね、テクニカルの全然通用しないところとかね、あと税金が高すぎて、勝っても負けても負けるみたいな。ちょっと暗号通貨はね、はっきり言って、すごいマイナーの時に仕込んでいて、圧倒的な価格がついた時に売るぐらいしかないんで、もう宝くじみたいな感覚だなっていうふうに今感じてますね。まあ、ちょっと余談になりましたけども、でもいろんな投資の、まあ、物体っていうかね、案件が今、私たちの目の前にあって、で、順番に国の方もいろんな投資をやっていきましょうとか、この投資を保護しましょうとか、最近では金融所得課税みたいな、聞いちゃいけないようなことを言い出す人ね、総理もいるし、片方では、さっきのね、仮想通貨の税制ちょっと見直していきましょうかみたいな動きもあったりとか、投資にこの時期に来てね、なんかえらいこうお祭りがいろんなところで立ってるような気がするんですけども、でこういった形で政府も貯蓄から投資へと誘導するような、まあ、イデコだとかニーサだとかっていう言葉をちらつかせながらね、本格化しつつあるんではないかなと。これから日本は投資っていうものに対して、投資立国とはまでは言わないですけどもね、貯金をしてもどうにもならない時代だから、貯金口座に入れるよりも証券口座に入れましょうみたいな、そんな、ね、風が吹いているように私は感じるんですけど、この辺はどういうふうに思っていらっしゃいます？そうですね、あの先月ぐらいでしたっけ、そういうニュースが、あのキッシー、うん、我らのキッシーがキッシーイギリス の,、ね、あのシティっていうその金融街、兜町みたいなところですよね、行って、はい、まあ、演説しておりましたよね。であれもやっぱりちょっと僕はネガティブな性格なんで、あの日本人 の, その資産をこう、ね、ヨーロッパの人たちにこう流していくんじゃないかなとかね、いろいろ考えちゃうんですけども、持っちゃいますよね。それそれとして、でもまあ国がそういうふうに言ってるっていうことはですね、多分その 税率なんか今も 20% なんですよね、利益の分の税率。うん、だからかなりあの優遇はされているということですね。だそこから厳しくなるっていうのはあんまり考えられ、株をやれって言って投資をしろって言って税金上げるとすごい反発が来ると思うんで、うん、まああんまりないのかなというような感じも、環境的には僕らにとってはすごくいいのかなと思います、うん、でさっきちょっとお話ししたように、まあ、ヨーロッパとかね、あの海外勢にこう日本人の貯蓄がこう奪われていくということであれば、まあ大それたことは僕は考えないんですけど、うん、あの日本のその東証の株式市場で、まあ、1日多い時は3兆円を超えるお金がこう流れてるわけですね、ぐるぐる回ってるわけなんで、はい、ここで技術をつけてですね、そんなにもう難しいというかね、あの東大入るよりは全然難しくないと思いますので、うん、あのそういう技術をつけてですね、ある一つの技で結構ですので、ちっちゃいコップでですね、その3兆円動いてるところにちょこっとこう取ってですねもらっていくっていうのも、いやこれ一人一人だと それで十分なんじゃないかなと思うんですね、うん、あのそのお金を全部こうとどめようとかそういうことではなくて、溢れてるこう動いてるお金をちょっとね、いやちょっと冷蔵庫壊れちゃったなって、ちょっとあと1週間待ってくんないって言ってね、冷蔵庫買えるぐらいのこのお金をこう引き出すっていう、東証のね、この株式市場からちょっと借りてくるっていうぐらいのね、そういう技術、そのぐらいの技術はあのつきますんで、そういう感じでですね、いい方に考えると、国がまあ投資をしろって、これ投資をしろっていうのは投資信託とかそういう、あの自分でコントロールできないというか、自分で内容がわからないものにお金をこう大事なお金をあげちゃうと、そのままあのヨーロッパに行っちゃうんで、あのそうじゃなくて自分でこう分かる確実なところ、だからもらうお金は最初は少ないかもしれないんですけど、ちっちゃいコップでも確実に取れる、いっぱい取れるよっていうね感じ、だんだんそのコップを大きくしていけば、このバケツになってドラム缶になってみたいな、ポンプ入れちゃうかみたいなね、そのぐらいになればいいかなと思ってますんで、まあ、そういう考え方でいくとなんかいいかなと思います。ちょっとネガティブな僕がちょっとね、ポジティブな考え方になったんですけど、はい、はい、いやでも今の例えはよく分かります。分かりやすいと思いますよ。あの本当にね、株でも FX でもちょっと勝てるようになったら、うん、あとは頻度を増やしていくか、さらに、難しいところにもう一歩足を踏み入れるかのどっちかなんですかね。で、どちらかというと、その頻度を増やしていった方が私は、あの、
高いスキルなく、たくさんのコップで何回もすくうみたいなことができますし、そのね、まあ、今3兆円と言われましたけども、その投資のマーケットに潤沢にある資金から、ほんのちょびっともらっていくのは、そんなに難しいことではないんですよね。だから、とりあえずはそこを攻略して、まあ、それで十分な方は、それで人生をね、豊かにしてもらってもいいし、もうちょっといるなと思った方は、もう一歩難しいかもしれないけども踏み込んでいくか、私のお勧めする何回も救うみたいなね、トレードの回数を増やすみたいなね、で得意技をやっぱり一つ身につけることかなと思いますね、やっぱり、うん、私の場合最初はね、ダブルトップだけエントリーしたみたいなそんな時期があったんですけどもやっぱり、あ、結構勝てるな、負けることもあるけどこれだったら勝ち越せるじゃんっていうところから、でダブルトップだけだったらトレードの頻度が少ないんで、じゃあ次はトリプルトップかなみたいな、こんなんですからね、始め方はすごいセコセコ攻撃って言ってましたけど、本当に硬いところしか行かないみたいな。でもそれがなんか逆にポジポジ病から一気に抜け出して、ほとんどエントリーができないっていうところからちょっとずつエントリーができるみたいな、まさにちっちゃいコップでちょびっとすくうみたいなね、うん、やり方だったですね。まあ今はそういうのがいろいろと別の手法も組み合わさって、やっぱりテクニカルに基本に充実にいったら、まあ、一番、うん、なんかね、王道を歩けるんだろうなってことを感じてますけどね。まあでも投資がね、本当我々にすごく身近になってきたんで、ぜひね、私たちも今日こうやって、動画を見てくださってる方は、一歩も二歩も投資の世界に足を向けてると思いますけども、他の人がね、投資をまさにビビってる間に、私たちが先行していきましょうってことですよね。投資は怖いっていうイメージをたくさんの人が持っているうちに、そうでもないよみたいなところにね、ちょっと顔を覗かしていけばいいんじゃないかなと思います。そしてですね、株式投資だけではないんですけども、やっぱり上達を目指すには長く続ける必要があるとは思うんですよ。特に一日の大半をサラリーマンとしてお勤めになっていて、空いた時間で少し株をやる、で場合によっては今日はちょっと株やる時間がないなって感じで、1日あたりに使える時間が少ない方は、やっぱ期間を長くしていくってことにどうしてもなっていくと思うんですよ。その時にね、肝心なのは継続のコツなんですよね。私もそれね、よく聞かれるんですけども、継続のコツは何ですか、ね、なんで毎日動画案内上げてるんですか苦しくないですかとか言って、ね、継続のコツはストーンさんどういうふうに考えてらっしゃいます？継続のコツも気合ですねって言うと、そんなことはないですよ。そんなことないですよ。昭和的な。それはね、無理なんで、続かないんですね。で、やっぱり一人だと、どうしてもね、やっぱりもうやめちゃおうかなって、もう会社行ってた方が楽だなとかね、もうすぐボーナス出るし、みたいな、いいかみたいになっちゃうんですよね。安易な方には、やっぱり人は行きがちだなっていうのは、自分よく分かったんですけども、やっぱりそこに仲間がいると、まあ、早々にやめたってね言えない状況に自分で作っていくと、非常にいいかなと思うんですよね。でやっぱり話がそうこうちょっと困ってんだここでってなると、やっぱり知ってるそれ、俺この間会ったよそれっていう話になるんで、必ずやっぱねそう同じような悩みが皆さん持たれてるんで、お話はね尽きないと思うんですね。なのでやっぱ仲間が重要かなと思います。で、コミュニティっていうのはそのためにあるんじゃないかなと思うんですね。だから本当に利用してもらいたいんですね、僕なんかも。使っていただくというか、まあ、あいつにああいうの言っちゃったからな、やるしかないかなみたいな、ここでやめちゃうとなんかこう、かっこ悪いしなっていうような感じに自分で作っていただくと、非常にこう利用していただくとね、いいのかなと。で、人ってやっぱこう、なんていうかな、こう、みんながいるとね、やっぱりこう、やるって、僕なんかね、それが思ったのは、時々練習をですね、家だとサボっちゃうんで、喫茶店とか行くんですよね、タイゼリアとか行くんですよ、そうすると知らない人たちですけど周りに人がいるんで、なんとなくこう集中するんですよね。パソコン開いてて、なんかこうやってるふりじゃないですけども、こう集中できるんで周りの人がいるとね、なんか不思議ですけど結構はかどったりするんですよね。だからそういう感じでちょっと人を利用するというかね、そういった形で、まあ、コミュニティを利用していただければいいかなと思います。僕も仲間がいたんで辞めずに、まあ、ここまで来れたっていうのはあるんで、そういう経験も含めてですね、やっぱりこう同じこう 目的とか同じことをやってる人と一緒にいるっていうのは結構重要だなっていうふうに思いました。投資の場合っていうのは最終的には一人なんで、結構険しい道なんですけども、一人だとね、なんですが、やっぱり大勢いるとですね、こんなこともあるし、あんなこともあるよねっていう話もできます。ちょっと息抜きというかね、
ちょっと一服できるんですけど、そこで離脱しちゃわないこのね、仲間たちがいるといいかなというふうに思ったんでね、仲間が、継続のコツなのかなと思います。いや、これね、まさにね、この前すごくいい例を聞いたんですよ。それがやっぱりサラリーマンをやっていて毎日会社に出勤していると、でもこんな暮らしが嫌だからちょっとネットビジネスを教えてくださいっていう人がいたから、いろいろ相談を聞いていたんだよって方がいらっしゃったんですよ。速稼塾の塾生さんでね、もうその方は自分の塾を運営していて、そういったご相談をよく受けるそうなんですけども、しばらくするとね、その方から相談してくださった方から連絡がなくなったって言うんですよ。で、もうしばらくしたら、すいません、しばらく本業が忙しくってネットビジネスできなかったんですっていうふうに再開しますみたいな連絡来たんですよ。で、そこでね、こんなエピソードがあったんですよってその方から聞いたんで、あ、これよくあるんだよ。うん。それ何かっていうと、いわゆる本業が嫌だから、こっちのネットビジネスに来たのに、忙しいとネットビジネスをやめて、嫌なはずの、逃れたいはずの方を一生懸命やるみたいな。それずっと変わんないやんみたいな。で、それは何かっていうと、会社に行くと、やっぱりね、人がいるからね、なんとなく、その会社の仕事をやっちゃうんですよね。これがだから、継続のコツといえばコツなんですよ。そうですよね。つまり、こっちの方で、株なら株のコミュニティに入ってれば、ちょっと気持ちが弱くなった時でもね、株コミュニティの人と連絡を取ると、やっぱりそこがあるから自分もできるみたいな。お祭りで言うと、みんながわっしょいわっしょい言ってるから、自分も言っちゃったみたいな感じで、でも一人で公園の真ん中でわっしょいわっしょいって言えって言ったら、できないですよね。うん、だからそういうふうな自分を盛り上げてくれる環境を自分で設定しておくために何がしかのコミュニティに存在するっていうのは、これ株に限らずね、何でもね、その趣味のコミュニティでもそうですけどね、うん、すごく大事なんだろうなと思うのと、同じタイミングで昔暴走族っていたんですけども、暴走族に入る、ね、暴走族に入るとみんなね、特攻服着て変な髪するんですよね。あれはだから継続のコツなんですよね。なんかもうみんなその気になっちゃうみたいな。で、なんかそんなね、自分が強くなったみたいな気持ちになるけども、うち帰ったら母ちゃんにまた怒られてみたいな。一人になったらやっぱ一人なんですよね。頭面白い例は結構ね、思いついてこうやって教えてもらったことがこの前あったんですけども、まあ今回ね、ストーンさんがこうやって株スクールを順調に運営されていて、また新しいフェーズにも入るっていうふうに聞いてるんですけども、やっぱり継続して株を学んでいこうかなと思ったら、今はね、やっぱりこうストーンさんの株スクールとかにちょっと身を寄せてみるっていうのもね、副業を身につける上ですごく大事なことだと思うんですけども、これは改めてこの時期に募集をしたりとかね、まあ、例えばこの前ゴールデンウィークありましたけども、ゴールデンウィーク結局なんとなく過ぎちゃったよって方がね、もしいて、いや今のタイミングでもう一回何か始めれるんだったら、夏までに俺なんか人生変えたいやみたいな方がもしかいらっしゃったら、このストーンさんがね、お力になれるんではなかろうかという気がするんですけども、いかがなもんでしょう。そうですね、ぜひ力になれれば幸いです。で、今まあ入っていただいて、まあ、夏にですね、ちょっと企画をやろうかなと思ってますので、うん、今からちょっと基礎練習とか基礎の知識を、入れ込んでいただいてですね、それを、まあ、夏にですね、もっとこう研ぎ澄ますというような形で、うん、考えておりますので、うん、まあ、今回ですね、5月、来週の10日ぐらいまでちょっとね、募集をさせていただこうかなと思ってるんですね。で、ただですね、僕は一人でやってまして、あれなんで、まあ、ちょっとね、5名という形で、ちょっと、マックスで。限定というかね、ちょっと生意気なんですけども、うん、そういう形で、ちょっと対応ができなくなっちゃうとね、申し訳ないなと思いまして、そういう形でですね、やっていきたいなと思っておりますので、気になるって方はですね、ちょっと話聞いてみたいなって方は、ちょっと後でメールアドレスをどこかに書きますんで、はい、そちらの方にですね、株の件でっていう、入れといていただければですね、お話、まあ、Zoom とかでね、お話しされると一番いいかなと、僕のこともちょっと知っていただきたいんで、お話しできれば一番分かりやすいかなと思います。まあ、そこで入る入らないは別にね、いいと思いますんで、お話しいただければいいかなと思っております。はい、よろしくお願いします。そうですね。株のことで言えばちょっと思い出したのはね、なんか季節株があるって聞いたことがあって、例えばこれから飲料がものすごく出る、熱くなるから、飲み物がいっぱい出るから、コカ・コーラの株を仕込んどいたらいいよみたいなことを聞いたことがあったんですけども、そういうふうななんか
高い確率で上がることが予想される株っていうのはあるもんなんですか？やっぱきっかけはありますよね。コカ・コーラはちょっと分かんないですけども、うん、やっぱりですね、コロナの時には、うん、出前館とかがやっぱり爆上がりしてましたよね。だ特殊ですよね。うん、出前館なんて、自分で作ってるんですかね、あれ。配達する会社ですよね、きっとね。配達だけだと思うんですけどね。ですよね。で、そんな会社がですね、そんなに株価が上がるはずがないんですけど、やっぱりあの頃っていうのは、コロナ禍でサラリーマンがやっぱりステイホームで、うん、こうね、ズームとかで仕事してたじゃないですか、はい、ずっと家にいたんで、株式の株も FX もそうでしょうけど、口座がすごく口座開設の数がすごく増えた時なんですよね、はい、やっぱりその注目されるのが、その今なんだって、Uber Eats はアメリカだしみたいな、じゃ出前館かみたいな感じで、うん、出前館だけじゃないですけども、特色的なのがぐーっと上がってですね、いったっていうのがありましたよね。だからまあそういうのもあるかもしれませんが、うん、まあ、ちょっとファンダメンタルズ的なところは結構ありますよね、うん、ただやっぱり明確に分かるっていうのもまたそういうのもありますよね、うん、結構こうね、株もそう、 FX も FX の方がそうかもしれないですね。こう大きなレンジの中でこう簡単に考えると動いてますよね。だから上がったり下がったりの中でいくんで、はいはい、結構ね、日経なんかも大きく見るとこうやっぱりこういうレンジの中で動いてるなだけなんで、やっぱり上がったり下がったりっていうのは予測ができるなっていうのはまあありますよね、うん、季節株とちょっとお話変わっちゃいましたけど、はいはい、まあ、そういったなんかね、銘柄ごとの特徴みたいなのを聞きたいんだけどみたいなアプローチでストーンさんにメールをするのもいいかもしれないですね、うん、そういった雑談から身近になっていって、じゃあやってみようかっていう流れがいいんではなかろうかっていう、ね、そうですね、稼ぐぜみたいな気合い入れるとポキンと折れる可能性が高い。そうですね、まず慣れてからね慣れてから自分の副収入にしようかどうしようかっていうのをゆっくり考えれば、いつでもこう相談に寄ってくれるストーンさんがいらっしゃいますんでね。ストーンさんはね、数ヶ月後にいなくなるっていうそんな存在じゃないですからずっといますんでね、はい、いつでも相談できますんで。ただ今回の募集は、6月の、まあ、10日前後あたりまで、5月、来週の火曜日っていう感じにしようかなと。あ、ちょっと短いですかね。YouTube でも流していただけるんですね、これね。そうですね。ストーンさん、じゃあ、募集の YouTube など作ると思いますけども、大体目安としては6月の、来月の上旬ぐらいって、今のところはぼんやり思っておきゃいいってことですかね。そうですね。うん、はい。はい。ということで、正確には、今のところは、何日って決めてないですけども、10日ぐらいになったらもう締め切ってるかもしれませんし、ね、5名マックス来ちゃったら終わりかもしれないですね。6月10日ですね。6月10日に一応します、はい、はい。じゃあ10日ですけども、5名が決まっちゃうと、その時点でシャッターが降りますんで、皆さん、ご用心ください。ありがとうございます。あと何か言いますか？お受けしますんで、はい、ご相談の方はお受けしていきますんで。そうですね。とりあえず仲良くなることを目的に行ってみたらいいんじゃないですか。なんか、同じ趣味を持ってないだろうかとかね、うん、家族はいるんですかとかね、はい、なんかどこの中学だったんですかとかね、そうですね。そういったフランクなところからつながっていっていただいて、はい、まあ、そんなところからかな。あ、選挙はどこに入れるんですかとかね。選挙ね、そうですね、盛り上がってまいりましたね。あと私が気になるのがね、ガンダムのね、ククルスドアンの島っていうのが6月3日から劇場公開されるんですけど、映画に行ってみたいな、はい、あんなマイナーなストーリーが映画になっちゃったみたいな、わかんないからすいません。あ、というところでね、ストーンさんにあとは今日、ね、対談させてもらいましたけど、いかがでした今日は一日。いや、緊張しますね、やっぱり、ね、緊張しました。緊張しました。お互い様でございます。だから精一杯ね、受講生さんも取り組んでいらっしゃいますんで、ものすごくなんかこう賑やかでアクティブなグループになったんじゃないかなと思いますんで。そうですね、皆さん積極的なんで、返信がものすごく早いんでね、ちょっと頑張ろうと思いますね、僕もね。僕もですね、先生に YouTube を教えていただいた時に、はい、質問をするとですね、2、3時間かからずにこう返答が返ってくるっていうのはすごいなと思いまして。それをちょっと真似てというか、はい、やっぱりいいなと思ったんでね、やろうと思って、まあ、
本当にちょっと早めに返すという、うん、2日経ったことはあんまないと思うんですけども、うん、まあ、その日のうちには返せてるかなというところでなんですかね、うん、そういうところをちょっと真似していきたいなと思っております。はい、はい、まあ、大変ですけどもね、やっぱ即返信できないまでも後ほど返信しますみたいな一行でもメール返信すると安心すると思いますので、もうより身近な、なんていうんですかね、コミュニティ運営に心がけていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ皆さん、ストーンさんの出番はこれで終わりになりますので、お気づきの方がありましたらね、ぜひ連絡をして、まず仲良くなるところから始めていただいて、で株の専門家ですから、しかもサラリーマンをしながら株ですからね、多分多くの方と環境同じだと思います。その点ではすごく親身になってくれると思いますので、まあ、私の方からもぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということでね、ストーンさんの出番は以上で終わりになって、これで本来でしたらズームは終了ってことになるんですけども、今日はすいません、10分ほど時間をいただいてね、株の時間で恐縮なんですけども、FX の方を私の方からちょっとねお話しさせてもらいます。例の FX オリガルヒになりますけども、こちらの方をね一通り、正式に募集をさせていただいて、今日は終わっていきますんで、あと10分ほど付き合いください。アストさん、どうぞリラックスされてくださいね。あ、すいません、ありがとうございます。もうお呼び出しすることはないんで、ただ見ていただければ幸いでございます。FX オリガルヒの概要なんですけども、やっぱりコンセプトとしてはね、私自身もそうだし、同じ年代の方が50代以降を楽しく過ごすために、そして将来の不安、お金の不安、やっぱり時間とお金からどういうふうにね、不安を取り除いていくか、さまざまあると思いますけども、ロスジェネってものも一つのテーマになってるわけなんですよ。ロスジェネと50代から70代向けの資産構築、やっぱり私たちはね、体力も落ちていくし、あれこれ一生懸命ね、あっちこっち、何もかもできるわけではありません。ですごくシンプルにお金を稼いでいくってことを考えたときに、一番バランスが取れてるのが FX ではないかなっていうふうにやっぱり思うわけなんですよね。これ10年前だったら私ね、 YouTuber になろうとかね、アフィリエーターになろうでもよかったんですけども、さすがにね、50を前にしてアフィリエートのサイトいっぱい作るとか、なんかの YouTuber になっていくとかっていうのは、まあ悪くはないんですけどもね、私もこれからもやっていきますけど、ただ選択肢として FX っていう切り口を広げていけるんだったら、それに越したことはないかなというところと、私も今6年目でですね、かなり安定したスキルが身についてきたんで、お役に立てるんではなかろうかということで、今回の取り組みになったわけなんですよ。で、もうご存知のように FX オリガルヒ、今日募集をしようかと思ったんですけども、すでにね、8席が埋まってるんですよ。8名の方が決まったんですよ。で、あとご相談をいただいている方が今日の夕方から2名増えましてですね、合計で10名がこのまんまでいくと第1期生ということになるんではないかなと思います。まあ、それを前提にお話しさせてもらいます。まずね、 FX オリガルヒでは FX における危機攻略のための2つの手法を用いていこうかと思うんですよね。その一つっていうのは事前学習によるリスクヘッジです。つまり講義とトレーニングをすることによって FX ではどんなことが起きるのかな、どんなことが起きたら何をすればいいかなっていうことを事前に学んでおく。そうすると、大体 FX で起きるエピソードってのは、そんなにね、無限にパターンがあるわけじゃないんで、まあ、予測可能なことは結構あるんですよね。で、予測ですから外れることもありますけども、じゃあ外れた根拠、つまり2つ目なんですけども、失敗体験から次回への布石を学ぶこともできるんですよ。で、これがだからコンサルですよね。うまくいかなかったんだけども、なんででしょうか、どうすればいいんでしょうかっていうのは、個別で回答していくってことになります。まあ、ですので、こちらからお送りするコンテンツと、皆様がつまずいた時の私からの適切なアドバイスと指導で、この両面で成り立っていくっていうのが FX オリガルヒの仕組みですよね。まあ、大体全ての学習っていうのはこの2つの仕組みでできると思いますけどね。で、もうちょっと具体的に掘り込んでいくと、コンテンツの概要なんですけどね。まあ、今まで、速稼塾の中でもやらせていただいたように、日々の相場解説と、要点講義の配信は今までと同じようにやっていきます。ただし、速稼塾の日々のですかね、まあ、メールマガジン更新通知の方にはこちらはもう載ってこなくなります。もうオリガルヒの方で FX の方はしっかりとやっていくんですけども、それ以外のところにね、FX の情報を流すことは極端に減りますので、そんなにもう当てにならないと思います。で、2つ目、アクシデントから学ぶ次回への備えということなんですけども、FX をやってるとどうしてもね、ミスも起きるし事故も起きるんですよ。
まあ、その時にどうすればいいかってことで、次に同じミスが起きないようにしていくこと。これによってですね、やればやるほど負ける確率が減って、それがそのまま勝率に変わっていきますので、最初はうまくいかないことでも歯車がね、カチッと噛み合うように徐々に力が上がっていくことが実感できると思います。で、私ね、これも何度も言ってるんですけども、オリジナルの手法とかね、私にしか知らない、私にしかできないノウハウを ねやっていくってことじゃないですから、常にテクニカルに忠実にやっていきますので、テクニカルをね、もっともっと私も伝えやすくしていかなくちゃいけないし、まあ、この5ヶ月間、もうテクニカルでは、例えばこういう時にはこのテクニカルを使っていくんですよみたいなのを差し込みながら、本当は1日に何回も更新したと思いますけども、まあ、ああいう形で進んでいきますので、だからより具体的で、分かりやすく、勘違いがないようにっていうのを、これからもね、FX オリガルヒの提供してさせていただきます。ですので、講義の形態っていうのは基本的に今までと同じなんです。まあ、概念としてはより分かりやすく、よりテクニカルに忠実にということでございますね。で、オリジナルの手法や自分勝手のノウハウは用いませんし、インジケーターも使いません。ツールも全く使ったことがありません。で、今までと違うところはどこだなってことなんですけども、更新は日々ね、専用のサイトにアップしますんで、更新通知はいきませんから、ご自身で、更新されてるだろうというサイトの方にアクセスして、そちらの方で、講義の方を再生していただきたいと思います。で、時間がない方いらっしゃると思いますので、その方のこともちゃんと考えてやっていきます。基本的には1週間単位でご覧いただければいいんじゃないかなと、週のまとめとかをね。で、そうするとね、やっぱり山場がない日も山場がない週もあるわけですよ。でも毎日の相場解説ではもしかしたらこういう山場があるかもしれないって感じでお話しするんで、やっぱり見ちゃうわけなんですよね。でも結局何もありませんでしたってことが結構あるんで、じゃあそういうのを避けるために効率的に時間をなかなか避けない人がやるためには、1週間のまとめを見るという形で、あ、これは結構細かく見た方がいいなっていうのがありましたら、その週の日ごとの動画の方に振り返っていくって形がよろしいかと思います。もちろん基本的には毎日ね、少しでもいいから少しずつ、朝の相場解説ぐらいは見ていただきたいなと、私が一日今日何が起きるかなっていうふうに考えていくことにシンクロしていくことがね、相場の予測にすごく役に立つと思いますので。で、今までと違うところの3点目では、課題を出すことがありますので、課題っていうのは要するにね、まあ、1週間なり1日なりが終わったときに、あれ、この質問来るはずなのにな、みんな見てるのかな、もしくはここ分かってんのかな、これ結構大事なことだよっていうふうなことが私が気づきましたら、全体配信もしくは個別でですね、ここ今日こういうふうなことがあったんですけども気づきましたと、これはこうじゃないけども勘違いしてませんよねっていう形で、まあ、コンテンツをね新たに作ること、もしくは個別でお送りすることがあるかなってことです。で、それで、あ、分かってましたよならいいんですけども、マジですか、それは気づかなかったな、もしくは、あ、そういうことだったんだ、誤解しましたって形で一つずつまたね、修正できるんじゃないかなと思いますね。で、冒頭でもお話したんですけども、中高年の稼ぎ方っていうのはね、やっぱりね、体力もなかなか落ちてきますしね、それからいろんな役割がある中でやってますから、FX が一番バランスがいいんじゃないかなというふうに、やっぱり思いますね。もちろん FX には FX の大変さがありますけども、体力も厳しいし、生活の役目もあるし、それから IT スキルってもう日々変わり続けるんですよね。だから身につけることもね、やっぱり現実的じゃないのかなと思ってきます。何よりも私たちは残りの人生のことを考えると、ずっと勉強するわけにいかないんですよね。あるところではお金を掴んで、そのお金を使う時間も必要になってきますから。それから FX が一番バランスがいいなと思うのは、あんまりたくさんの人と会ってると、やっぱこれはこれでコミュニケーションに時間を割かなきゃなりませんので、あんまりいいことじゃないのかなと思うんですよ。FX ってのはぶっちゃけ誰にも会わずにもできるんですよね、究極は。でもやっぱり学んでる間っていうのは、今日のストーンさんのお話もありましたけども、モチベーション維持のためには、やっぱりやり取りを多少はした方がいいと思いますし、例えば今回オリガルヒっていうのがありますけども、受講生さん同士で関わりを持つことによってね、やっぱこう横のつながりも大事にしていくってことと、お互いに刺激を受けていくってことも大事だと思いますので、当面は出された課題を全体に公開するとかね、誰かの発信を皆さんに紹介するみたいな形で、間接的に横のつながり持っていただこうとは思いますけども、まあ、そのうちにね、直接やり取りができるようになったら、それに越したことはないかなと思います。もちろん希望される方がいらっしゃったらですけどね。でも FX ならこういうふうに理想的な
暮らしや収入源ができるってこと、中高年でもできるってことね、ロスジェネでもできるってことを証明してほしいなと思います。まあ私もね、僭越ながら、FX は6年前に始めて、今日までね、なんとか生き延びてこれたばかりか、ずっと成績が上がってきたっていうところと、皆さんにお見せしても恥ずかしくないような相場解説が出来上がったかなと思います。本当に1年目でね、私の相場解説の背景が黒だったとき、本当にあれ一回も勝ったことないときですからね、黒のときは。で、背景を白になったときっていうのは、もうだいぶ自分に余裕が持てて、やればとりあえずプラスにはなってきたなっていう頃に、ああいうふうに切り替えていったんですよね。うん、まあだからね、私も最初、まあ当たり前ですけど、最初は勝てないんですよ。でも、勝てない理由が分かって、それが一個ずつ潰れていったら、勝てる理由に変わっていくんですよね。で、今は当時説明できなかったこともほとんどが説明できて、私の相場解説を見ていただいた方は分かると思いますけども、大体いつも同じことを言ってるんですよね。あ、同じことまた言ってるなと。またレンジとか言い出したな。レンジオプションですとかね。ブレイクアウトですとかね。同じことばっかり言ってるな、みたいになってくると思うんです。だって同じことしか起きないんでね、FX は。はい。そしてですね、大事なことなんですけども、結局、夢とかね、物欲がモチベーションになると思うんですよ。ですんで、この FX オリガルヒでは、できればね、FX のことだけじゃなくって、お金が稼げるようになったら、こんなことをしたい。あんなことがしてみたい、これを買ってみたいとかね、こんな恩返しをしてみたいとか、こんな社会貢献してみたいとか、自分の果たせなかった夢をもう一回やってみたいとか、そういうふうなね、稼げるようになったらこうしたいっていう、まあ、そんなね、夢を聞かせてもらいたいなと思うんですよ。まあ、それが、モチベーションをね、さらに高めてくれると思いますので。で、ちなみに私がね、これから FX でやりたいことっていうのは結構ハードルが高いんですけども、3つあるんですよ。1つはですね、投資助言業っていうのがあるんですよ。これのね、法人を作ってみたいなと思うんですよ。なかなかその情報系といいますか、ね、私みたいなオンラインサロンみたいなので、正式に投資助言業みたいなね、そんなのを取る人ってあんまりいないと思うんですよ。これっていうのは、申請に15万、供託金500万、その他に豊かな知識や経験や実績が必要なんですよね。それを、まあ、いわゆる試験みたいなのを受けて、合格が出れば、その資格が与えられて、まあ、資格が出たからどうってことはないんですけどね。まあ、いわゆる箔がつくみたいな感じなのかもしれないですね。箔もつくし、それだけでやっぱりね、金融庁の OK が出るってことなんで、信用も得れると思うんで、何かとやりやすいんじゃないかなと思うんですよ。うん、ただこれは何が起きるのかよくわかりませんので、今私もね、投資助言業ってのはどんなものなのか、勉強中ですから、やってみたいなと思い始めたよってことなんですよ。50代の間にね、そういった投資助言業の法人作って、そこに、やっぱりオリガルヒのメンバーを雇用できたらいいなとかね。雇用つってもね、別にサラリーマン、暮らしをしてもらうわけではなくて、ね、投資家として所属していただいて、何がしかのミッションをね、今見えてきませんけども、できたらいいなとぼんやり思っているところなんですよね。そして二つ目なんですけども、やっぱりね、自分の子供に教えたいですね、この FX を。この FX を教えて、FX からお金を取り出せたら、私の子供のヤマト君はどんなね、進路相談をするのかなとかね。どんな学校に行くのか、どんな仕事をしたがるのか、どんな会社に就職したがるのか、とか、なんかね、私が過ごしてきた10代の進路選択とは全く違った形になるんじゃないかな。つまり、私は最も稼げる会社を目指すために受験戦争に入ってたような気がするんですよ。でも、お金が目的じゃないとしたら、知的好奇心のまんまに進学とか、それから進路を選ぶんじゃないかなと思ってね。そういうのもやってみたいなと思うんですね。で、三つ目はね、なんかどっかで言ったような気がするんですけども、この FX のオリガルヒっていうグループの、なんか自由に使える別荘みたいなのがあるといいなとかね。本当なんか成金趣味で恥ずかしいんですけど、この三つを今妄想として持ってます。でもその物欲のために、なんか稼ぎを増やしていきたいなみたいなところが、ちょっとでもね、あったりとか、やめてなるもんかっていうね、エネルギーが出るんだったらいいんじゃないかなと思いますけども、ぶっちゃけ別に私 FX、何の目的がなくてもなんかずっとやれるような気がするんですけどね。はい。ということで、いろいろとね、話しちゃいましたけども、いよいよね、お知らせしないことがあります。それは FX オリガルヒの、一体いくらなんですかってことですよね。これをパパパッと言って今日は終わろうかと思います。まずね、FX オリガルヒは正式募集は令和5年の1月1日、販売価格は49万8000円で、やっていこうかと思います。やっぱりね、株の学校なんで、これは。ですんで、学校法人こそないですけども、まあ、専門学校や大学に行ったらね、年間の授業料っていうのは、やっぱり5、60万から100万円ぐらいだと思うんですけども、そんな感じで、稼ぐ力を身につけてもらうために、この価格設定でね、やらせてもらうことです。ただしですね、
今日ご覧になっている方に対しては全然別のアプローチがあります。5月31日今日ですね、発表する熟成先行販売価格というのがあります。これがですね29万8000なんですよね。今内定をいただいた、あの出させてもらった方、皆さんこの価格で決めていただいてます。8名の方、そしてプラス2名の方が検討中ということなんで、マックスでね10名の方が29万8000で参加すると思うんですよ。でも完全に枠が埋まっちゃう状態なんで、どうしようかなと思ったんですけども、でも正式発表は今日ですからね。ですんで、やっぱり29万8000円で、とりあえずあと3名の枠はね、残しておこうかなと思いますんで、もしね、FX のオリガルヒ、ちょっと参加していこうかなっていうふうに決断がつきそうな方は、ご連絡いただいて、その際は29万8000円でのご案内になります。そして、この3名が埋まった、もしくは、期日ですね、6月3日を過ぎての、FX オリガルヒの価格はまた動画の方を作りますけどもね、ここからは35万円での販売をさせていただいて、それで終了にしようかと思います。一応今月の8日あ6月か6月の8日以降は一旦受付を締め切って、その時点での人数で第1期生はスタートすると思います。ですので今の目論見だと現行の8名から10名の方で第1期をスタートするかな。そして今お話したようにプラスで3名29万8000円、もしくはあと数名入って15名くらいになっても、まあ、そのぐらいでスタートできるかなと思います。20名ぐらいになりそうになったらちょっとね、私も考えますんで、20名は本当にやっていいのかなっていうことをね、もうちょっと検討しなければなりませんので。まあでも、本当にこう、決断の早い方も決めてくださってますんで、これからね、10名、20名というふうに希望者来ないと思いますけどね。はい。じゃあ、整理してまとめてお話しします。令和5年ですから、年が明けての FX オリガルヒは49万8000円でスタートしてですね、現行では今お話した価格は29万8000円でございます。で、6月3日までの価格ですので、それを過ぎると、この35万ということにさせていただいて、6月8日で一旦締め切るということになりますね。で、この FX オリガルヒはね、なんかね、そのサポート期間3ヶ月とか半年とかそういうことではなくて、おそらく私が やってる限りはずっとやりますね。もう私がね、もう FX さんってこれこれだってかね、いきなり YouTube の世界から消えたみたいな、ね、ことはあんまり考えられないと思いますけども、まあ基本的には50代をずっとやるつもりですんでね、本当に一緒に人生を歩むチーム、パートナーになるつもりで参加していただければと思います。そして私のスキルはこれからどんどん上がっていって、多分ロットもどんどん上がっていくでしょう。暮らしも変わっていくと思います。そうなると FX オリガルヒ、令和5年で49万8000円だったものは、令和6年で49万8000円ってことはありません。毎年値上げをしていって、そして値上げをしなくなったところで販売も終了することになると思います。その時点で、FX オリガルヒに参加していただいた方のみとお付き合いをしていくってことになりますし、まあ、その頃には単なる受講生さんだったオリガルヒのメンバーも、もうご自身でね、FX 独立してやっていけるようになっていると思いますので、まあ、その時は、また別の付き合いができるんじゃないかなってことですね。はい、ということでお話は以上でございます。話足りないところとかまだお聞きになりたいこともあると思いますので、メールの方でご連絡いただければね、返信もさせていただきます。一つにはね、本当私感謝しなければいけないのが、今まで6年間相場解説をずっとやってきました。1日たりとも借りることなくやってきました。土日はまとめを作ったりとかね、来週の展望、来月の展望みたいな特別編を作ったりとか、講義を作ったりとかやってきました。で、小さなコンテンツ、FX のコンテンツも作ってきましたけども、結局、今日に至るまでついてきてくださった方がいるってことが非常に嬉しくってね、そして今回みたいな取り組みをするときにも、ぜひ自分を入れてくださいってことでね、ものすごい皆さん反応が早かった。特にこの8名の方、プラス2名の10名の方っていうのは、今日の時間を待たずして申し込んでくださったことがね、本当になんか、ご信頼いただきたいことと、そして同時に期待をしていただいてるんだなっていうことでね、なんか新しいモチベーション私も湧いてきてね、皆さんに支えられてやってるなと思います。はい、それでですね、私がどんなサポートをするかとかね、どのぐらい信用していいのかってことはもうすでに今までの活動で証明してるんではないかなと思うんですよ。私がいきなり消えることは多分ないと思いますんで、ね、億万長者合宿みたいな変なやつもやってますけどもね、なんか本当にYouTube を通じて皆さんに人生を分けてくださったなと思ってますし、まあ今こういう暮らしになってね、もしかしたら移り方によっては羨ましい暮らしかもしれませんけども、私人間関係が YouTube 以外ないんですよ、本当に。これは羨ましい部分もあるけども、ちょっとね、気がついてみたらちょっと寂しい人生もあるんですよ。まあですんで、その分だけね、
こうやって今日ライブ放送に来てくださった方やその他の方との縁は何よりも大切にしようかと思います。もう私のね、まあ、家族と同等ぐらいに思ってますんで、まあ、ご信頼いただいて、FX オリガルヒにも限らずですね、速稼塾 YouTube、隠居 TV とともにまた歩んでいただければと思います。まあ、お話することは以上でございますんで、あとね、少ししたらこの放送も終わりになりますんで、夜遅くまで本当お付き合いいただきましてありがとうございました。はい、それでは FX オリガルヒ、また改めてね、お申し込み、もしくはご検討中の方はメールでご連絡ください。では、どうもありがとうございました。夜分遅くまで本当にお疲れ様でした。失礼します。